はいそれでは本日は二級建築施工管理技師の学科試験平成28年問61番施工床のフローリング工事について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください床のフローリングボード割りに関する記述として最も適当なものはどれか1敷居際の板そばはフローリングボードの伸縮を考慮し敷居下に空隙を設けたえこちらの問題は正解ですまずこちらの問題に入る前にで,ですね この床のフローリングボードの断面図や工法について説明していきたいと思います。まずこの床のフローリングというものはこのようなですね、フローリングの木の、なんていう言うんですかね、板をこう貼っていくわけなんですけども、化粧の、ちょっとこれ申し訳ないです。変な図になって申し訳ないんですが、これをちょっと断面図にすると、大引きがあって、そして根太があって、そして捨て張りですね。捨て張りを引いて、その上にこのフローリングを貼り付けていく。このような形になります。まあ、これ一つの一例なんですが、その中にでもですね、 フローリングの施工の種類があります。まず工法としては、釘で打ち込んでいく工法、そして接着していく工法、そしてどっちも使う併用工法、この3つがあるよというのを覚えていただければと思います。そしてこのフローリングに敷く下地材の種類なんですが、これに関しては捨てバレを引いている状態ですね。なので一番下になります。あとはモルタルに接着させるパターンであったり、あとは値段に直接打つパターンというものがあります。なのでこのような種類があるというのだけ覚えていただければと思います。今回の問題に関しては、 この、えー、ちょっと種類ではないんですがこの敷居際の板そばというちょっと細かい変な言葉が出てくるんですけどもこのように根太、えー、掛けがあって根太があってそして足固めがあって、まあ、パッキンがあるんですけどこの上に、まあ、フローリング根太の上にフローリングが貼っていきますそして敷居というのは何、えー、て言えばいいんですかねあの襖とかドア開けるときの和室のドアシュッと開けるときの下の部分この下のスっていうスライドの部分が敷居と言われるものになりますそしてこのフローリングの終わり目この上終わり目のこの縦長の方向これが 板そばと言われるものですねこのきこのキワの、えー、板そばとこのここの敷このスス隙間開ける下のこのきわのここここに隙間を設けてくださいねということになります、まあ、ここのことを今回は問題は言っておりますなぜ、えー、ここ隙間開けなければいけないかというと、えー、この敷居際の板そばここに関してはフローリングボードが、まあ、膨張したりとか収縮したりするため まあ膨張しても大丈夫なようにクリアランスを設けておいたりあとは収縮しても大丈夫なようにちょっとここにかましておいたりして、えー、少しでも、まあ、あのこのフ、えー、ローリングがまあわがままな部分をこの式この空,空洞でうまくまあ和らげるというのが、えー、この、まあ、趣旨になってくるというのだけ覚えていただければと思います1番に関してはこのこちらのことを言っておりますので1番は正解になりますそれでは2番 ネだ張り用のフローリングボードは、ネだ状に接着剤を塗布し、小種の付け根から隠し釘止めとした。こちらの問題も正解です。こちらの問題に関しては、このフローリングの施工工法における、この併用工法ですね、釘打つこと、そして接着剤でも接着剤つける、このダブル工法になります。この接着空気止め工気止め併用工法なんですが、こちらに関しては、このようにネだがあって、そして背張りがあって、そして接着剤を塗りつけて、このようにフローリングがあります。 そしてフローリングの上に、このように、えー、おざねという言葉が出てくるんですが、これは、このようなメスのところとオスのところがあって、このオスのところですね、ここを45度にこう、隠し釘で打っていくということになります。そしてまあ接着剤も貼り付けていくということですね。なのでこのような根だ張り用のフローリングボード、これですね、フローリングボードは、根だ状の接着剤にここ、ここですね、根だ状の接着剤に塗布し、さらにおざねの付け根、ここから、えー、隠し釘止,止めをガットしていくということですね。 なので接着剤を塗とし,した後にフローリングをこう貼っていくという流れになります。そしてこの釘打ちの隠し釘に関しては、小、えー、種から、小種の付け根から45度の傾斜となるように留め付けていくというのが今回の問題になります。そしてこの隠し釘というものは何かというと、釘の頭がない釘のことを言います。まあ、普通、釘だったら釘の頭があるんですが、ここが釘見えてしまうとうまく貼り付けていけないので、このような釘がないよう、頭がのない釘を使っていくということになります。 なんで、これはですね、まあ、2番に関してはこちらのことを言っておりますので、ちょっと難しいんですが、こちらも正解になります。それでは3番。フローーリングボードににに生じたた。目違いはパテ界により平滑にしたえこちらの問題は不正解です。え結論から言うと、このパテ界により平滑にしたではなく、えー、この、えー、サンディングにより削り取って平滑にするというのが正解になります。まずですね、この目違いの処理なんですが、この目違いという言葉、これは2つの材料の組み合わせたときに、ちょっとずれてくるということですね。 なので、張っていったときにちょ、ちょっとね、こう、ずれてしまったという流れになったら、じゃあどうすればいいのという話なんですが、えこちらに関してはボードの、ボードにこのような生じた継ぎ目に関しては、養生期間が終わった後にですね、サンディングでして削り取るというのが正解になります。このサンディングというものはですね、まあ、表面をこうガーッと研磨していって、平滑にすること。ここをガーッと研磨していくということですね。研磨して平滑にする。これが正しい処理になります。え今回の問題は、 パテカイにより平滑にしたと書いてあるんですけども、サンディングによって削り取って平滑にするというのが正解になりますので、この3番に関しては不正解です。それでは4番。直張り工法における下張り用,下張り用床,床板は厚さ1 2ミリの構造用合板を使用したえ。こちらの問題は正解です。こちらの問題に関してはり、貼り付け工法ですね。普通に貼って、えー このようにですね、えー、フローリングを貼っていく方法になるんですが、この時の、えー、合板ですね,下ね、下のここの緑の部分に貼り付ける合板を、どのようなものを使用するかという問題なんですけども、下張り用材の下張り用床材の合板に関しては 12mm、そしてパーティクルボードというもの、えー、こちらはですね、ちょっと、えー、言葉で説明するより写真見せた方がいいんですけども、まあ、このような、ちょっと見にくいな、このようななんか木のちょっと細かい粒がたくさんついている。これが えー、パーティクルボードになりますこのパーティクルボードに関しては 15mm のものを使用するというのが、えー、規定でなされております4番に関してはこちらのことを言っておりますので正解になります以上のことから今回は3番が間違えているので3番の答えとなります